これね、ちょっといかにもちょっとカジュアルな感じがするので、可愛いやり方をね、このようにして、はい。試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐香織です。あら、五十嵐さん、とうとうちょっと頭に来ちゃったのかしら。室内で傘なんかさして、なんと思いの方、いえいえ違うんです。今日はね、こちらストーリーの7月号、こちらをね、まあ、ヒントに雨の日コーデというものを組んでいきたいと思います。まんまコーデとは言わないけれども、はい、こちらを真似してみました。皆さんが、ちょっと痛いんじゃない、痛いんじゃないっていうふうに、思ってらっしゃったかもしれない、ハーフパンツを引っ張り出して、むしろもう10年以上前なのでどこのかわからないぐらいの白物ではございますが、雨の日に映えるような白いね、このプラス J のスーリマコットン、はい、のこのシャツを合わせて傘で気取ってみました。はい、合ってますか、まんまですか。はい、膝小僧が見えるぐらいっていうのは決してなんか痛い感じではないし、はい、もちろんね、選ぶハーフパンツの色だったりとか丈だったりにもよるんですけれども、ずっとね、脱がない状態でこのままオフィスにいるようだったら、OK というふうに私は認定したいと思います。はい、でね、私がほら今まで購入したスポサンだったりとか、それからワークマンのブーツだったりとか、そういうものもね、いろいろとあったので、楽ちんで、おしゃれで今年風というものをうまく雨の日コーデとして、このねストーリーをヒントにご紹介していきたいと思います。それでは、じゃん、ユニクロ U のスポサンと、それから、JW アンダーソンのこのワンピースと合わせてみました。はい、色合いがね、同系色なのでサンダルだけ目立つような感じじゃないと思います。で、こちらも合わせてみましょうか。はい、いかがでしょうか。多分私のワンピースの長さよりも皆さんがお召しになっているワンピースの方が長さがあると思うので、もうちょっとこれぐらいね、隠れると思います。はい、ちょうど足首が見えないかなっていうぐらいまで下がると思うので、はい、どうでしょうか。なかなか軽快で1500円ぐらいのレインシューズには見えないかと思うんですけれど、はい、ワークマンも行かないといけないですね、そろそろ。はい、はい、このワンピース1着だとなかなかビジネスシーンには活用できないわっていう方、はい、こちらのリネンのシャツをこのようにして、少しね、後ろに襟を抜いてボレロ風にして合わせることによって、ビジネスでも対応が可能だと思います。はい、合わせてね、こちらのレインシューズと、はい、雨の日のちょっとラフなビジネスシーンっていうのもこれで OK じゃないでしょうか。このままだとやっぱりちょっとラフな印象なんだけど、合わせる色を紺とかきちんと系の色だったりとか、しっかりめの朝のものだったりとかすると、もちろんね、サマーニットカーディガンの短めのボレロなんかっていうのも全然いいと思うので、前にご紹介しました、こう揺れたりとかするのがね、仕事する上でちょっとなんか嫌だわっていう人は、ここでこうやって止めていただいても、それはそれでいいんじゃないでしょうか。このようにして内側にね、隠してしまえれば、ジャケット風のボレロに早変わりします。じゃん、はい、もともと私が持っている長靴、はい、膝ちょっと下までの長靴に合わせてみました。これだとね、やっぱり何のために長靴履いてるのかわからない状態なんですね。で、はい、覚えてるかしら、ユニクロ U ルメールさんのコントです。でね、こうやって着ると、ほら、例のごとく BBA じゃない、この裾の感じが。で、そういう場合どうするかっていうと、はい、覚えてるかしら、これプラス J ね、プラス J のベルトですが、まあベルトをね、ゆるっとでいいと思います。あんまりきつくすると、このワンピースのライン自体が崩れて、せっかくの綺麗なね、A ラインのフレアなのに、ウエストマークすることでここにね、あのギャザーが寄ってしまったりとかして、もったいないことになるので、ゆるゆるっとお尻いただいて、シュシュシュ、はい、こういう状態でぜひとも出勤していただきたいと思います。お仕事の方はね、土砂降りの時は別だけどね、できればこういう感じでこのように開けていただくことで、下のね、カラーを見せるのと、あと一つ、これね、ちょっといかにもちょっとカジュアルな感じがするので、可愛いやり方をね、このようにして、はい、まず肘まで持ってきます。肘まで持ってきたら、一番上の部分をこのように
手繰り寄せてこういう感じかな。ちょっとふわっと系のデザインみたいな感じの袖にすることができます。ただほわんっていうだけだと面白くないので、これをね、1番上を取り、2番目を取り、3段系の袖のデザインっていうような、でちょうどこのゴムのところを隠す、はい、どう？可愛くない？はい、なんとね、このアイディアね、ストーリーのこちらのね、なんかスタイリストさんたちの雨の日ファッションレインコモノっていうページでね、この方の袖口をヒントに、もしかしたらちょっとこれできるかもと思ったのがこちらなんですね。はい、こういう感じです。ふわっとさせながら段々を作る。だって別にね、ここら辺スッと開いてる方が暑くないじゃない、ね、で先ほどのベルト、そして会社に到着したらもうベルトを腰につけたままの状態で、はい、脱いでいただいて、でしかも、はい、ブーツ、これはこれでね、ちょっとおしゃれっぽい感じの、いくらなんでも1990円の JW アンダーソンのワンピースには見えませんことよ。はい、いかがでしたでしょうか。これからね、鬱陶しい雨の季節がやってきますけれども、おしゃれをしてね、気分だけでもウキウキ楽しく過ごしていきたいですね。はい、最後のね、私のコーデなんですけれども、はい、先ほどの JW アンダーソンとのコラボのワンピースの上にグレイルのジレを重ねてみました。はい、それでは試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録ポチッと&いいねボタンで高評価をいただけるとすっごく嬉しいです。それでは次のコーディネートでまたお会いしましょう。バイバイ。